こんにちは、速稼塾の久保です。塾生さん、そして視聴者の皆様からたくさんの質問を毎日いただいております。その中でね、こういうふうな質問をこういうふうな質問に変えたらいいよっていうことね、これかなり多くの方が該当すると思いますんで、参考にしていただければと思います。例えばですね、 YouTube で動画を撮影してアップロードすると決めたとしましたね。その中で、久保さん、猫の動画を撮ろうと思うんですけども、どう思います？お菓子を食べてるところを動画上げようと思うんですけど、どう思います？私は英語の翻訳をやろうと思うんですけど、どう思います？こういう質問は NG なんですよ。実はそうではないんですよね。じゃあどういうふうに変えていけばいいかっていうと、久保さん、この動画を見てください。猫の動画を撮ったんですけども、とりあえず4本5本まとめて送ります。どう思われますか？もしくは、ちょっと私はスイーツが好きなんで、お菓子を何種類か食べてみました。駄菓子屋にあるようなものから高級スイーツまで、だいたい10種類ぐらいの動画を撮ってみたんですけども、どの角度でいけばいいですかね？サムネイルは良かったですか？タイトルはこれでよろしいですか？という質問で、その他さまざま質問ありますけども、前者の質問と後者の質問、どのぐらい違うか分かります？まとめるとですね、まずやってみるなんですよ。考えても答え出ませんし、そもそもこう思ってるんですけどどう思いますって言ったら、やってみたらどうですかとしか私答えようがないんですよね。ですんで、やってみた結果、どこがどう思いますか、どこが間違えてると思いますか、どこが正解だと思いますか、これならね、評価しやすいんですよ。これなら、まあコンサルになっていくんですけども、こんなことやろうと思うんですけどどう思いますかって言った時に、やめた方がいいですよって答える先生はいないですよね。まずやってみましょう。今まで考えるばっかりでやってこなかったから今日みたいな結果になってるんですよ。まあ、ですんでね、できる人っていうのは、そして結果を出す人っていうのは、質問の仕方が違うんですよ。とりあえずやってみた結果、自分はこうなると思ってトライしたんだけども、結果はこうでした、どう思いますか、改善するにはどんな方法がありますか、久保さんはどういうふうにやってみましたか、こういうふうな質問だとね、とても答えやすいです。はっきり言って、やってないことに回答する答えってないんですよ。まずやってみたらぐらいしか言えないんでね、この辺、質問の考え方を切り替えてみたらいかがでしょうか。はい、ドキッとした方ね、いるんじゃないですかね。私もね、誰一人動画の撮り方聞いたことないんですよ。自分で1000本、2000本、5000本、1万本やってみて、自分のやって結果を振り返って、なるほど、これとこれとこれは使えたのか、これは使えなかったのかってことがだんだん炙り出されてくるんですよね。ということでね、人が何かをやった結果って参考にはなるんですけども、その人がそのタイミングで、その顔で、その声でやったからその結果なんですよ。ですんで、参考にはなるんですけども、自分に当てはまるかどうかって言ったら、これはね、未知数なんですよね。まあ、ですんで、なかなか一人の人の成功例を自分一人に当てはめるっていうのはかなり難しいんですよ、ね、全体の母体としては参考になる部分があります。それは質のいい動画が撮れてるか、数多く出せてるか、このどっちかに行くことだっていうことなんですよ。さあ、あなたは質のいい動画を、少なくて質のいい動画で行くのか、それとも質はちょっと分かんないけども、数ならできるよってことで、質かけ量のどっちを大きくするかってことですよね。それがあなたの実績と売り上げになってきます。それでは本日は以上です。